はい、ありがとうございます、はい、ちょっと先ほどまでは南アフリカを対象とした、まあ、いわゆる経済のいい部分っていうところをお話しいただいたかなと思ってるんですけど、一方で南アフリカの暗い部分っていうところも経済に関して お聞きしたいなと思ってるんですけど、実際南アフリカどうなんですかね。まあね、一番大きい問題ね、格差と貧困、この2つがとにかくもう大きい問題で、すごくそれを見るために暗い気持ちになっちゃうところですね。そうなんですね、具体的になんか貧困ってイメージがあまり南アフリカはなくて、なんかすごく発展してる国なんじゃないかなって、なんかオリンピックとかもあったじゃないですか、あ、ごめんなさい、ワールドカップか、ありましたね。そういうところもあると結構明るいんじゃないかなと思ったんですけど、そうでもないんですね。そうでもないですね。半分ぐらいはまあ貧困ラインぐらいで住んでるっていうふうに言われていて、まあ、これはなんか数字で見るよりか行くとすごくよくわかるんですよ。これ見てもらいたいんですけど、これ高級 なんか住宅地で、その向かい側にあるなんかショッピングモールの中なんですけど、ハイブランド、高そうなのがバーッと並んでるっていう、すんごい金持ちな空間っていうのがあるんです。で、かたやそこからちょっと車で行くと、これね、車の中から撮ったから見づらいかもしれないんですけど、タウンシップって言われている、いやーそうなんだ、なんですよ。こんなその掘ったて小屋みたいなところっていうのがあって、でこう地図で見ると5、6キロしか離れてない。なるほど。いや、マジっすか。かたやそういうなんかすごくラグジュアリーな暮らしをしてる人がいると思えば、脇には全然もうその日暮らしというか、なんとか生きている人たちっていうのもいるっていうのは事実なんですよね。なるほど。実際なんですけど、5、6キロしか変わんないんだとしたら、治安ってどうなんですか。そこがね、すごくなんか闇の部分で、安全なところになっちゃってるんですよ。高級な住宅地っていうか、柵で囲われて、出入り制限されて、で、まあ、おまわりさんとか警備員がすごくいっぱい銃持って巡回してて、そこだけは絶対安全、一歩出るとわからないっていう。そういうことなんですね。そうそうそう。だから観光客として行く場合にはそこから一歩も出ちゃダメですよね。普通はそこから外に出ることっていうのはないと思うんですけど、私もケープタウンの中心街で歩いててもなんか麻薬やってんだろうなこの人みたいなのに話しかけられたりとかね。あ、そうなんですね。ありましたから。なるほど。そうそうそう、ちょっとうかつなことはしない方がいいところですね。なるほど、ありがとうございます。もう一方ですごく、まあ、裕福な人たちもいれば、5、6キロ先にはすごい環境で過ごされてる方もいらっしゃるじゃないですか、実際その原因ってなんか失業率とか関係するんですかね。失業率関係しますね。失業率、これまたグラフ取ってきたんですけど、94年に民主化して、今までの失業率っていうのが上がり下がりはしてるんですけど、だいたい 30% ぐらい前後。なるほど。失業率は 30% ですか。3人に1人は仕事がない。いや、もうそれ個人の頑張りじゃどうしようもないんですよ。いや、まあそうですね。なんか日本みたいに 1%、2% とかそういうレベルだったら頑張なさいよみたいなことを、まあ、それが適切とは思わないけど、言ってもなんか分かる気がするんですけど、サファリって、いや、応募する仕事がもうないよぐらいの、そのぐらいの話で、もうね、どうしようもない。あ、そうなんですね。そこはやっぱり昔のアパルトヘイトからの遺産っていうのと、それから今のまあ脱工業化ですか、今 AI が出てきてとか機械化しててとかっていう話があるじゃないですか、あれがね、ダブルでパンチを加えてるっていう感じですね。南アフリカの場合にはまず一番大きい問題は間違いなくアパルトヘイトの異性なんですね。アパルトヘイトっていうのは、まあ、あの人種隔離ですよね。黒人白人と区別して、白人は教育受けられて社会のいいところに行けられるわけですよ、黒人っていうのは下っ端の仕事をさせるっていう、労働力として使うっていうものなんで勉強させないんですよ、だから専門性がどうしてもないし、だからずっといつまで経っても下働きしかさせてもらえないっていう状況が、まあ、90年代の初めまであったわけですよ。ああ、そういうことですね。そこで格差がまずありますよね、それを解消しようとするんですけど、鉱山とかって危ないじゃないですか、そうですね、だから機械化を70年代ぐらいからちょっとずつ進めていってるんですよ、昔は手掘りでやってたから、勉強してなくてもなんとか食えてたんですが、そういう人たちいらなくなっちゃったわけですよ、で新しくその出てきた金融業とかサービス業とかって人数いらないんですよ、人数いらないし、おまけにできればこの計算できたりとかね、いろいろといろんなものの見方をできたりってペーパーワークしてくれたりとかっていう人が多いから、彼らの
その今まで受けられてきた教育からすると向かないですよ、はい、だから彼らずっと失業したまんま。なるほど。その子供もやっぱり勉強する機会は増えたけど、はい、まだやっぱりその熟練していないっていうふうに言われて、そのミスマッチが起きてしまってるっていうのが、まあ、失業の大きい原因ですね、はい、そうなんですね、うん、これちなみに全然話変わっちゃうんですけど、うん、失業してる人たちはどうやってお金を稼いでるんですか、うん、ここがまた南アフリカのいいところでもあり悪いところでもあると思うんですけど、はい、社会保障が充実してるんですよ。あ、そうなんですね。意外と18歳以下の子供には月いくらいくらっていうのが、はい、まあ、自動で振り込まれるようになっていたりとか、はい、まあ、あとは老齢年金、はい、65歳以上日本でもあるじゃないですか、もらえるとか、はい、まあ、あと例えば障害があるとか、はい、そういう理由の人にはいろいろもらえたりとか、あとは親戚の子供引き取ってると養育手当とか、そういうのがあるんで、はい、そういうのを使ってなんとかちょっとでもお金をもらって、それを元手になんか道端で売ってみたりとか、そういうことをして日々を生きてるっていう感じですね。そうなんですね。でね、南アでさらに難しいのはね、村がない。村がない。アフリカって都市に出てきて仕事で失敗したとしても、まあ村があるじゃないですか、親戚とかがいて、でそこでは農業とかやってて、まあ戻れば食えるんですよ。肩身狭いかもしれないけど、まあ死なないくらいには、まあ、そうですね、ね、いわゆる自給自足みたいなイメージですね。そうそうそう、余ったのちょっと分けてくれたりとか、そういう、こう帰る村があるんですけど、アパルトヘイトって何だったかっていうと、白人が住んでいいとこと黒人が住んでいいとこっていうのをはっきり分けちゃったんですよね、うん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 、で黒人が住んでいいとこってあんなに人口いるのに全国で 13% しかなかった、はい、え、南アフリカで、そう、そこに押し込めてた。それは何かっていうと、昔は鉱山で働きに行かせるその労働力を確保するために、はい、土地のない人たちを呼び寄せて、はい、働かせて都市に定住させて安くこき使ってたっていう。はい、で、なるほど、民主化したんですけど、はい、土地って権利じゃないですか、まあ、そうですね、だからまだワインセラーとかさっき見せましたけど、うんうん、ああいうのを持ってる人たちって白人なんですよ。そういうことですね。だから村がない。なるほど。だから都会で貧乏してても帰る村がないっていうのは、南アフリカとか、まあ一頃までのジンバブエとかにすごく特徴的な感じだったんですよ。そういうことですね。そう、だから帰る場所もないし、はい、都会でなんとか頑張んなきゃいけないみたいな人たちっていうのがすごくたくさんいる。ちなみにもう一点だけちょっと聞いてみたいんですけど、そこの 5,6 キロ離れたいわゆるスラムみたいなところの人口密度と、ケープタウンとかの人口密度ってどっちの方が高かったりするんですか？まあ、間違いなくタウンシップでしょうね。そういうことですね。うん、やっぱそういうところだと不法移民みたいな人たちも結構いるし。ああ、そういうことですね、うん、ちなみにあそこタウンシップの人たちはその土地の権利は持ってるんですか？あるのかな、調べた人いるのかもわからないですけど、うんうんうん、ただ好んで住んでる人も確かにいる一方で、うんうん、あとはまあ住宅が整備されて、うん、土地権利譲渡証みたいのを請求してる人たちもいる一方で、うんうん、まあ、全てが全てそうじゃないんじゃないかな、はい、あ、そういうことなんですね、うん、やっぱ例えば不法移民で住んでる人たちとかっていうのは当然いることがバレちゃいけないから、はいはいはい、そういうことできないじゃないですか、うん、そうですね、うん、ちなみになんかそこに取り締まりが入ったりするんですか？取り締まりも内務省とかが不法滞在のチェックしたりとかして、うん、まあ、それに対して裁判する時とかっていうのは荒れるよっていうふうに言われたことはありますね、うん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 、ケープタウンの市役所の裏に裁判所があるんですけど、はい、タクシー運転手にそこの資格は夜なんです。いつその不法移民の裁判があるか分かんなくて、はい、お前そんな日に来てみろ、荒れるぞ、何されるか分かんないからって、みんなこう先立ってるから、はい、どんなトラブルあるか分かんないから近寄らない方がいいからっていうふうに言われ経験したことがあるんで、はい、なんかピリピリする時っていうのはあるんでしょうね。そうなんですね。ただ怖いのは、はい、住んでる人同士のトラブルみたいなのはやっぱり多いですよね。そうなんですね、うん、不法移民の人たちの立場が南アフリカの国民よりかもっと低いじゃないですか、はい、不法に滞在しちゃってるから、はいはい、だから彼らの方がもう違法に使えちゃったりするんですよ、仕事だから。失業してる人からすればちょっとでもお金もらえるだけでもやっぱり羨ましいから、そうか、そういう不法移民の人たちが自分たちの仕事を取ってるんじゃないかっていうふうに思っちゃうことっていうのはあって、ちょいちょい暴動みたいなことが起こったりもする。なるほど、うん、ちなみになんですけど、今結構流れ見えてきたんですけど、うん、まず裕福な方いらっしゃるじゃないですか、うん、でそことタウンシップの2つに分かれるとして、うん、ここの暴動もあるんですか？ここの暴動はね、あんまり見ないっていうのは、はい、その裕福な人たちのところってのは
完全に囲われちゃってる感じ、もうお城の中みたいな感じで、うん、干渉できないよね感じだとね、うん、干渉できないし、彼らが、まあ、あるとすればゴミ収集に来たりとかね、うんうんうん、中で警備員で働いたりとかっていうので、まあ、働いた後にタウンシップに戻るとっていうのは当然いるわけですけど、うんうん、もうとにかくそういう安全なゾーンの人たちの安全だけは何としても守るっていうのが、うんうん、まあ、その開発してる会社の評判にもなりますから、はいはいはい、すごいねしっかりしてるんですよね。でなんか歩いててびっくりするのが、この地域は我々が守ってから安心してくださいみたいな説明をしてくる警備の人とかがいて、そうなんです、なかなかないでしょ、絶対ないですね、ここのショッピングモールであなたは安全ですなんていうふうなことを言われるってあんまないと思うんですけど、まあ、確かにそうですね、あの、そうそうそう、安全が前提ですもんね、そうそうそう、そういうことがちょこちょこと生じてしまうっていうのが、まあ悲しいところですよね。なるほど、じゃあやっぱりこういう意味であるからこそ活用できる部分があって、うん、そこを本来仕事をしたい人たちの仕事を奪ってんじゃないかっていうところで、そういうのもあるし、まあ、あとやっぱりねフラストレーションたまりますよね、仕事ないっていうのは、働きたくても働けないし、うん、まあ、そもそもの問題ですね、そう、家にいれば家族がいるし、うん、っていうのを見てるとやっぱり不満がうっせきしちゃうっていうのはあるんですよ、うんうん、だからこれですね、うん、この飛行機から撮った写真なんですけど、はいはいはい、煙上がってるんじゃないですか、はい、これねケープタウンからジョハネスバーグに着陸する直前に撮ったんですけど、はい、これってあの時間があったんで乗り継ぎの時に、はい、ちょっとジョハネスバーグ行こうかなと思ったらニュースで、はいはい、暴動やってるよって言われて、マジですか、でその煙が上がってる絵ですね、これはこの時はエチオピアの人たちが対象になっちゃった事件で、はい、まあ、何人か亡くなったらしいんですけど、はいはいはい、まあ、なんかそういうのが上から見た瞬間にはちょっと今行かない方がいいなと思って、その時はパスをしたっていう絵ですし、あとこれはストライキですね、はい、市バスを使おうと思ったら賃金が低すぎるとかいろんな理由でもってストライキで閉めようって話になって、私の時は全くバスが使えなかったっていうとか、そんなことあるんですね、うん、あったりとかっていう、もう不満がやっぱり現れてるところっていうのはたくさんやっぱりありますよね、こういう、そんなことあるんだ、そう、こういうことがまあ実際に起きているし、はい、7月ぐらいかな暴動があったのは、うんうんうん、まあ、あれもすごくいろんな要因がありましたけど、やっぱりお金がないし貧乏だし、うんうんうん、いつまでたっても政府は何もしてくれないんじゃないかっていう、まあ、不満が出たところっていうのも多分にあると思いますね、はい、あ、そうなんですね、うん、実際やっぱそういったところも日本では感じられないようなことが起きてるっていうような感じなんですね、うん、そうですね、この先安定したまま南アフリカがずっと行くのかどうかっていうのを考える上ではすごく悲観的になっちゃうところかなっていうふうに思いますね。そうなんですね、ありがとうございます。そういう人たちが信じらんないようなもうビリオネアになっちゃう、いや、うん、そうでしょうね